ラジです。さあ、今日はですね、皆さん、大変長らくお待たせしました。ついに来ました、発表されました、アメイズフィットシリーズ最新作の情報がですね、公式の方からなんと発表されました。こちらでございます。バン。はい、もうこれね、ファーミーテクノロジーということで、ファーミーの公式のウェイボーのアカウントの方で発表されたというか、ポストされた投稿ですね。はい、New Autumn is here. When will new products come out? Answer right there. ということで、はい、もう今年の秋に新しい Amazfit シリーズの製品が出ますよというですね、アナウンスメントが先日公式から出たということで、これはね、ついに来たかというか、まあもともとリークでは出てたんですけど、ついに公式からアナウンスがされたということで、今回ね、それをより深掘りしていきたいと思います。で、今、この後ですね、この後というか今年この秋に発売されると予想されている製品は計、4つかな、4つ、はい、1つは Amazfit GTS、 そして Amazfit GTR、 そして Amazfit Neo というですね、全く新しいスマートウォッチ、そして皆さんお待ちかね、 Amazfit Band6ね。いや、これが来ればもう間違いなく大興奮になるんですけれども、まず最初の2つね、 GTS と GTR に関しては、お尻に2という名前がついて新しい製品になるんじゃないか。だから Amazfit GTR2 と Amazfit GTS2、 うん、いやこれね、結構視聴者の人からレビューしてくださいってコメントたまにくれるんですけど、なぜ俺がねまだレビューしてないかというと、もうこれを待ってるからに他ならない。うん、まあ、ちょっと GTS に関しては VIPS に比べるとあんまり大した強みがないって感じてるので買ってないっていうのもあるんですけど、だからこれはねめちゃくちゃ楽しみにしていて、俺ちょっとこれ本当に出たら買ってレビューしようかなっていうふうに思ってるんですけど、で今ねどういう風な仕様の変更になるかっていうことなんですけど、 GTS に関してはこういう丸型になってくるんじゃないかというようなね予想というか、まあリークが出てます。うん、いやこれはさすがアメイズフィットだなって、やっぱりこのヘイローとかね、やっぱ丸型のスマートウォッチがある種こうトレンド化していて人気なので、それに合わせて丸にしてくるんじゃないかというところと、プラスなんといってもこれですよ、これ、うん、来ました、はい、NFC が搭載されて、まあ、電子決済ねが使えるようになってきましたよ。 Amazon Alexa のボイスアシストが追加されると、でなんと、まあ、これがね、まあ、この総称として、まあ、スマートクラウンという、まあ、カテゴリーにして、まあ、そういうパッケージングにして新しい機能を搭載してくるんじゃないかということが今言われてます。これはやっぱさすがだな、うん、さすがですよ。やっぱり本当にアメイズフィットバンド6、これ本当にあながち間違いじゃないなっていう感じが見えてきましたよね。っていうか俺思ってるんですけど、多分あれ内部の人がわざとリークしたんじゃないかなっていう思ってるんですよね。まあ、そのプロモーションの一環であえて内部というか、そのファーミー公式の方から写真を出してすぐに削除するっていう、そういう戦略なんじゃないかと思ってるんですけど、まあいいや、ちょっとそういうことが、まあ、アメイズフィット GTR2 と GTS2 に関してはそういうことが言われていて、でもう一つアメイズフィットネオね、ネオ、これは全く新しいってさっき言ったんですけど、実はこれね予想されているのが、以前俺が紹介したアメイズフィット、なんだっけ、ラリス、アメイズフィットなんだっけな、アリスか、アメイズフィットアリスだ、アメイズフィットアリスっていうゴツゴツした昔の G ショックみたいなスマートウォッチあるじゃないですか。めちゃくちゃそのジムとか運動する人向けに特化したスマートウォッチ、それがグローバル版として名前がアメイズフィットネオになって登場してくるんじゃないかということが予想されています。これはずっとアリエクスプレスとかギアベストを偵察してるんですけど、アリスね、中国版の方も通販サイトに出品してないので、公式の方も、まあ、だからここら辺も楽しみですよね。めちゃくちゃスペック高いんで、確か90種類ですよね、スポーツモードが90種類あって、でバッテリーもまあ標準仕様で14日間でスタンバイが90日できるというね、もう 鬼スペックで7000円というね、まあ、詳しいスペックに関しては以前動画上げてるんで、そっちもぜひチェックしてみてください。はい、そしてこのアメイズフィットバンド6ですよ、最後ね。いやこれに関してはその具体的な、ね、リークとか
情報っていうのはまだアップデートはされてないんですけれども、やっぱこのウェアラブル端末系のニュース最新情報であったりとかリークを取り扱っている、まあ、各メディア媒体で、まあ、予想されているのが、まあ、同時に発売というか発表されるんじゃないかっていうことがささやかれています、はい、でこの秋って言いましたけど、じゃいつなのかっていう話ですよね。でこれが実は9月3日かな、今年は9月3日かな、9月3日、もうあと2週間後ぐらいに IFA っていうですね、ベルリンで開催される、まあ、ヨーロッパ各国向けの国際的な電子機器またガジェットの展示会があるんですね、毎年。それの2020年版、今年9月3日に開催される展示会で発表してくるんじゃないかということが有力視されています。でなぜここで発表されるという予想がたくさんされているかというと、去年ね IFA2019 でなんと AmazeFit X とかね、あと AmazeFit Stelos 3ね、今今年発売されている、もしくは発売これからされる新しい製品の発表が行われていたんですね。あとだから Amazfit GTS ね、今出てるやつもこの去年の2019年の IFA で発表されたみたいなんですよ。だからもう間違いないですね。なので今年も2020年 IFA にて新しい製品の発表があるんじゃないかということが言われているという、まあ、これはねもう間違いないと思いますね。公式の方から秋に新しい製品が発表されるっていうことが言っていて、もう9月に IFA があるということを考えると、もう間違いなくここで新しい製品が出てくるというふうに思います。でじゃあ実際にいつ発売なのかっていうことに関しては、おそらくね、まあ、ベルリン、まあ、ヨーロッパで発表されてそのままヨーロッパで先に展開っていうことはないと思うので、発表がされてしばらくした後に中国でまず発売がされるんじゃないかというふうに思います。でその後に再度こうヨーロッパとかインドとかっていうふうに展開していって、まあ、日本はね最後の最後という感じにはなりそうですけど、本命はアメイズフィットバンド6かな、うん、これが発表されればもうマジでゲームチェンジャー、スマートウォッチ界のゲームチェンジャーになるということはもうほぼ確定ですね。であとは GTS2、まあ、ここら辺のあと GTR2 ね、ここら辺は、まあ、ある種上位モデルなんでどこまで進化させてくるかというところと、あと個人的に気になっているのはアメズフィットネオね。だからね今アメズフィット GTR もしくは GTS、まあ、上位モデルね買おうかなって考えてる人はちょっと待った方がいいかもしれないですね。9月3日発表があるんで、発表がされれば、ね、値下げされると思うので、あの前期種がね、まあ、だから引き続き新しい情報が入りしてすぐに皆さんにシェアしますんで、ぜひですね興味のある方チャンネル登録ぜひしていただいて、次のこの新しい情報を見逃さないようにですね、ぜひ登録して待機していただければと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。